海の京都、宮津。日本三景の一つ、伝説の宝庫、天橋立がある。古来より天橋立に寄り添う文殊菩薩の古道場、慈恩寺。特別名勝、天橋立と慈恩寺、一体となって生み出されてきた貴重な文化遺産。三人よれば文殊の知恵のことわざでも知られる知恵の仏様、文殊菩薩が本尊として祀られ、文殊菩薩の知恵にあやかって受験合格や学業成就を願う人たちが全国各地から参拝に訪れることでも有名です。室町時代に建立された多宝塔、直線と曲線の組み合わせが絶妙に美しい二重の塔です。文殊堂に収められております秘仏文殊菩薩は、お正月の三が日、十日恵比寿の1月10日、文殊堂で船祭りが開催される7月24日の1年でこの5日間だけ一般にご開帳されます。私はこれで知恵をつけます。知恵の餅。京都が憧れた海がある。天にも昇る旅心地、宮津、天橋立。